まあ、特に、ワクチン接種証明ですとか陰性証明っていうのを求められることはありませんでしたね。まあ、ただパスポート見せてもう係の人もチャットしながらなんか機械に通して終わりみたいな、まあ、そんな緩さでした。はい、こちらはマグロがね、有名ということでマグロステーキを注文しました。いただきます。うまっ。これは美味しいわ。素晴らしいクオリティ。
ドブロクニクはボートをチャーターしていろいろな島を巡ったりとか、まあ、さまざまな楽しみ方ができます。旧市街を実際に散策して、見たり、実際に山にケーブルカーで登ってあのまあ有名な魔女の宅急便の世界観を見る、それもいいでしょう。ただ夏ハイシーズンのドブロクニクを散策してるとですね、もう頭がぼーっとしてしまうぐらい、暑さにやられてしまいます。そんな時におすすめなのがここです。カフェでお茶をしながらですね、このドブロクニク旧市街の城壁沿いになんとカフェがあるだけではなくてビーチがあるんです。誰でも気軽に海水浴ができる、そのようなスポットがあります。こちらです。それではこんな感じでですね、気軽に海に入れるように手すりがあります。親切にロープもね。こんな感じでドブロクニクはどこでもアドリア海を満喫できます。ここはたまたまあのシャワーがありませんけど、大抵あの手すりがあって海に入れるスポットではあのシャワーが完備されてます。オールドタウンの城壁沿いにも、他にもあのヨットハーバーの近くに入れる場所があるんですけれども、そこでもシャワーがついています。なので、綺麗な海を眺めるだけではなくて、まあ、実際にほてった体をクールダウンさせる、まあ、そんな楽しみ方もあります。おすすめです。